チャレンジャー号爆発事故発射から73秒後に固体ロケットブースターから漏れた高温の機体が外分燃料タンクに穴を開け漏れた燃料に引火し爆発した。この事故により7人の乗組員全員の命が奪われた。宇宙開発における事故では宇宙開発に関係する重大事故に関して記述する。宇宙飛行士の死亡事故は過去に数多く起こっている。 2007年までに飛行中の事故で19名が死亡し、訓練中の事故で11名が死亡している。宇宙船の打ち上げ、再突入の事例のおよそ2%で乗務員が死亡している。これはソユーズとスペースシャトルでほぼ同じ割合である。他の発射方法については、X-15 を除くと妥当な安全率が算出できるほど打ち上げ回数は多くない。また、 打ち上げ経験者のおよそ5%が死亡している。2004年11月現在、439名が宇宙飛行を経験している中で、22名が宇宙船の中で死亡している。内訳は、アポロ1号で3名、ソユーズ1号で1名、X-15 から3で1名、ソユーズ11号で3名、スペースシャトルチャレンジャーで7名、スペースシャトルコロンビアで7名である。 また、宇宙計画によって、18名の NASA の宇宙飛行士と、4名のロシアの宇宙飛行士が宇宙船登場中に死亡している。アポロ1号と X-15 から3が宇宙飛行に含められるのであれば、全体の5%が宇宙飛行中に死亡している。これには、ロジャー・チャフィーとマイケル・ J アダムスを宇宙飛行経験者に含めており、 アポロ1号上組員の3名とアダムスを死亡者に含めているこの事例を除外するならば全体の4%が宇宙飛行中に死亡したと言えるソユーズの事故で4名がスペースシャトルの事故で14名が死亡している1971年以来ソユーズの飛行では 死亡事故は起こっておらず、ソユーズの乗組員の死亡確率は2%以下に下がっている。宇宙開発に関連する事故では、宇宙飛行士以外の人間も犠牲になっている。整備員や技術者、近隣住民ら、少なくとも71名が死亡している。飛行中の死亡事故は2016年までに6回あり、20名が死亡している。宇宙空間で発生した事故は、 ソユーズ11号だけである。ソビエトの宇宙飛行士、ウラジメール・コマロフがソユーズ1号に登場中に死亡した。この機は新型の宇宙船ということもあり重大なトラブルが連続して発生していた。最終的には大気圏再突入時、再突入用カプセルのパラシュートが適切に開かなかったためカプセルは地面に叩きつけられ、コマロフは死亡した。 アメリカ合衆国の空軍、パイロットマイケル・ J ・アダムスが、ロケットプレーン X-153 号機で、弾道飛行中に死亡した。アダムスは NASA、USAF の X-15 プログラムに従事していた。その7回目の飛行である、X-153 から65から97便としての飛行中、最初に、電気系統に問題が起きた。それが、 機体が最高点に達した時に制御の問題を引き起こした。その時パイロットも混乱したかもしれない。最高高度266000フィートからの再突入時に X-15 はコントロールを失って横方向に進路を恐れ、マッハ5のスピードでスピンを始め回復できなくなった。およそ65000フィートの高度で 角の加速度によって X-15 は分解した。アダムスは死後宇宙飛行士バッジを授与された。これは彼が高度50マイルを突破したことによるものである。ただし、この飛行は国際的な宇宙空間の定義である高度1 0 0トルに達していないため、専門的にはこの事故が宇宙飛行事故として数えられるかどうかについて異論がある。 ソビエトの宇宙飛行士のゲオルギー・ドブロボルスキー、ビクトル・パツァイエフ、ウラディスラフ・ボルコフがソユーズ11号に搭乗中に死亡した。宇宙ステーション・サリュット1号に3週間滞在し、分離した後、逆噴射を行って再突入に備えて、モジュールを分離した時に、彼らの乗った宇宙船の換気用の弁が開くという不良の事態が発生し、空気が宇宙空間に漏れた。 カプセル自体は通常通り再突入し着地したが回収チームがカプセルを開いた時には彼らは窒息死していた。宇宙空間で起こった唯一の死亡事故である。ミッション STS-51L に従事するスペースシャトルチャレンジャーは打ち上げ73秒後に空中分解し乗員7名が死亡した。事故原因は 固体燃料補助ロケットから高温のガスが漏出したことである。ミッション STS-107 に従事するスペースシャトルコロンビアは大気圏再突入時に空中分解し乗員7名が死亡した。事故原因は翼前縁の耐熱材が打ち上げ時に損傷していたことである。宇宙旅行会社バージンギャラクティックの弾道飛行スペースプレーンスペースシップ21号機が 墜落し、上院2名が死傷した。事故原因は、可変翼に関するパイロットの操作ミスが疑われている。アメリカ合衆国の宇宙飛行士がすぐり潜む、エドワード・ホワイト、ロジャー・チャフィーが、アポロ1号の司令船で訓練中、火災に見舞われ死亡した。船内が、高圧の純水酸素で満たされていたことが、事故原因の一つとして数えられる。ありがとうございます。